突然の動画投稿、どうかお許しいただきたい。皆様、こんにちは。今回はとうとう大陸の魔物退治の本番、ラグブ遺跡を攻略していきます。で、それに備えて、不要なアイテムを売っていたお金で購入したドーピングアイテムで隊員たちを強化していきます。まずはモルダ隊員、ナグルファルで高速落ちしない程度に体格を補強。アスレイ隊員には、衣を2つ投入。幸運の低さはポプロンの守護でカバーすやいや。新人のアーグ隊員には、衣2つ、そして魔力と速さがカンストするように補強。アーグ隊員みたいなおまけキャラって基本弱いんですが、クラスが強すぎるんでどうとでもなりそうですね。よし、準備完了。さあ行くぞー。さて、ラグブ遺跡第1層。まだ入り口だけあって、適当に隊員たちを突っ込ませれば終わります。そんなわけでサクッと終わらせちゃいましょう。
い余って第2層まで攻略しちゃったけど、まあええやろ。次行こうぜ。さて第3層、ここにはストーンの使い手黄金がそこかしこに紛れています。状態異常を解除できるレストの杖でケアしつつ攻略するってのが成功法な気がするんですが、せっかくの司祭4人編成ですし、ストーンの射程外からパージで狙撃するという、やられる前にやる戦法で攻略していきます。まあこんな感じですね。先は長いしさっさと終わらせるぜ。そういえばラグブ遺跡の動画ってネットにあんまりないんですけど、それって作業になりがちで見どころないからでは？動画編集しててそんなことを考えてしまいました。待てよ。ラグブ遺跡はこれから面白くなるんだぜ。そんなわけで第4層。ここには宝箱があるんですが、それの回収を妨害するように盗賊が増援で出現します。
増援盗賊が出てきましたね。まあ正直取られて困るものが宝箱にあるわけじゃないんで、別に無視してもいいんですが、せっかくなんで始末しますか。じゃあ、パージ。盗賊は司祭の武器威力3倍の対象外ですが、元のステータスがそんなでもないのでワンパンできますね。司祭を脅かす器ではないということか。第4層を突破しました。さあ次行こうぜ。さて第5層。ここはあちこちに毒が吹き出す罠が設置されているんですが、まあそれだけですね。こまめに回復していけば問題ありません。ナターシャ探検隊は司祭4枚編成という超絶偏ったメンバー構成をしているので、回復手段は豊富なんですね。you
第5層を突破しました。やっぱ司祭なグルファルガールと安定感が違いますね。魔法を死体にした時困る犬をワンパンできるのが偉すぎる。さあ第6層。ここで試験的にナターシャ探検隊の秘密兵器、ルーテ隊員を投入します。ルーテ隊員にはグレープニルを装備させていまして、これにより技のステータスにボーナスが入ります。それに何の意味があるんだよって話なんですが、技が高い方が状態異常性の命中率が上がるんですよ。本作で最も長い杖の射程を出せるルーテ隊員が、高い命中で状態異常杖を振り回すことができるんですね。そんなわけで厄介な遠距離魔法持ちの目玉をバサークで洗脳。この距離からこの命中率で目玉を洗脳するのはルーテ隊員の特権だぜ。いけー、バサークかかがたねだなー。遠距離魔法使ってくれないか。黄金にかけて周りの魔物全員石化させた方が良かったかも。
第6層突破。秘密兵器ルーテ隊員は不発だったけど。まあええやろ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。